皆さんはヤンデレというものはご存知ですよね。ただヤンデレってなぜ生まれるのか、どうやったらヤンデレになっていくのか、その過程は知らないですよね。今回はこちら、私がヤンデレになった理由という、なんか一人の少女がヤンデレになるまでを描いたゲームをやっていきたいと思いますね。僕もすっごいたくさんのねヤンデレゲームやってきたんですけども、なんでヤンデレ生まれんねんってずっと心の底からずっと思ってたんで、やっていきたいと思います。初めから。ちなみに僕は3分前まで爆睡しましたね。起きてすぐ動画を撮るっていう、この YouTube の実況者魂というものを見せてるんですけども、ぶっちゃけなんで撮んなきゃよかったって思うくらい頭回ってないんですよね。今この喋り方的に今ちょっとこいつポワポワしてるなって思ってるでしょ皆さん多分。寝起きってちょっとポワポワするじゃないですか。うーんみたいな、あれ、あの状態で動画を撮る人はなかなかいないと思うけど、この子ですね。これ確か前作のなんかヤンデレのゲームの作者の、ちょっと待って、やばいですね。ちょっとなー、はい、 OK です。これ多分目が覚めたすいません、しょっぱな子なんで。一応このゲームの作者さんのゲームで前にやったゲームがあって、ヤンデレの気持ちがわかるギャルゲーっていうのをやったんですけど、すっごい気持ち理解できたんですよね、その作品のゲームも。だから今回も多分ヤンデレになってる理由すごく細かく書かれてると思うんで、すごい楽しみですね。私にはずっと好きな人がいた。いた。物心ついた時から隣にいて、いろんな時間を共有し続けてきた幼馴染。きっと彼とはずっと一緒にいるんだろうな。彼と家に帰る夕まぐれ、ふとそんなことを考えて一人で顔をほころばせていた。これからもきっとずっと、今は純情純愛だね、すごく。ただ多分その好きな男の子が多分他の女の子と付き合ったりして、多分この子はやんでりなくていくんじゃないの。俺彼女できたけど、だからもう一緒帰れないわ、ごめんね。え、そうなんだ。それが何の確証もない思い込みだとようやく気づいたのは、ある日の彼の言葉。彼女の単語一つで私が今まで思い描いてきた未来はぐちゃぐちゃに崩れてしまった。だけれど、おめでとう、大事にしなきゃダメだよ。あ、無理してる、今すっごい無理してるね。え、こんないい子が病んでるなのそう、私は笑ってこう言った。当たり前じゃないか、祝わないとダメだ。何も、私と彼は恋人同士では何とかじゃなかったのか。だから彼の肩を小突こうとしたその手を引っ込めた。いい子じゃない、いい子じゃない。でも心の中は混乱カオスになってんだよね今。好きなんだけど応援しなきゃいけない気持ち、そしてでも嫉妬する気持ち、いろんな気持ちが込み合って、今はそうだね、すっごくそうだね、今何の頭もあんないからさ、ごめんね。部屋のベッドに横たわる。そっか、告白されたんだ、さっきのカットしよう。嫌な思いをさせないようにと気をつけながら聞き出した彼の話は、ずっと俺のことを好きだって言ってくれる後輩がいて、告白されて付き合うことになったというものだった。涙で視界がにじんでくる。私はどうして自覚した時に告白しなかったんだろう。は後悔するよね。後悔、反省、その二言で抑えられない怒りが湧いてくる。皆さんもありますよね多分。うわ告白しとけばよかったみたいな、好きな人がいて、好きな女の子、好きな男の子がいて、その人に告白しようと思ってなければ告白できなくて、結局なんか他の人と付き合った時のすごい悲しい感情みたいな、多分皆さんもありますよね。どうでもいいんだけどね。はい、私のうかりで彼は私の隣から消えてしまったのだ。そしてまた取り返しのつかない思い込みのせいで、私はもうその感情を彼に伝えることすらできない。だって迷惑だもんね、もう彼女がいる人にそんなこと。私は今後彼に思いをひた隠しにして自分を殺して接さなくてはならない。うわあ、私今別れてほしいって願ってしまった。枕をぎゅっと握りしめる。いや思うっしょ誰でも。俺なんか友達がさ、めっちゃ可愛い子と付き合ってて、別れた瞬間めっちゃ喜んでよ、目の前で。ジョナミルってめっちゃ喜んでたよ、俺一人で。いや、俺その時は、今思い返せば相当なクズだったんだなって自分でも思う。すっごい思うけど、ただその時はもう喜びの感情で満ち溢れてたからね。そんなことを願ってはダメだ。相手の幸せを願う。それが恋だと聞いた。それが恋愛だと聞いた。そっか。私はもう、好きだって思うことにすら我慢が必要なんだ。それは自由でしょ。だって
だってさ、もうその後輩よりも前からずっと好きだったんでしょ多分。そのなんか長さとか関係ないけどさ、思いの強さは君の方が上なんじゃないの。うん、俺優しい。互いを大切に思い合うのが怖い。彼のために思うのであれば身を引くのが怖い。そうしないとそれが怖いではなく、わがまま、自分勝手、エゴ、そんな風に片付けられてしまう。まだせめて好きでいたい。私、あなたのことが好きだから、ずっとずっと溜まり続けてるよ。今すごい、人を思ってちゃんと行動しようとしてる子やん。そうすることで世間は私の恋愛を認めてくれる。元はといえば私が悪いんだ。私が何もしなかったから。うん、なんかどんまい、動いときゃよかったねって俺は思ってる。単純明快。うん、先に告白しとけば付き合えたんじゃねえのって思っちゃう。あなたは付き合った後も来やすくて、俺で今度デートすることになったんだ。お、本当よかったね。うわ、なんか今までだったらよかったのかもしれないけど、この何も気づかないこの幼馴染、こいつがなんかやっちゃうのかな。何かおすすめのデート場所とかある？お前結構モテるんだから、彼氏の一人や二人ぐらいいるだろう。うん、彼氏なんていないよ。本当か？もう隠さなくていいんだぞ。本当だよ、本当。何も隠してることなんてないよ。うわ、辛いだろうな、この笑顔。もう作り笑顔ってのわかんないの？お前、幼馴染だろ、お前、分かっとけよ。お前、理解できてねえな、クソったれ。うん、うん。あ、それでおすすめのところなんだけど、女の子ってどういうところが？いや、マジで。もう、これ、やんだりなるでしょ。腹立つでしょ、なんか。些細な話を、彼女の話をずっと喋っていて、聞かされて。うわぁ。聞いて。俺、この前、彼女とお泊まりしたんだ。うわっ、顔歪まない？うわ、すげえ。よく作られてるね、ずっと。俺だったら、ちょっと、えいってなっちゃうよ。もう、この、えいって、唇、口がちょっと、なんか、ピクピクしちゃわない？なんか、こういうのって。フラチだな。学生の本文は勉強だよ。固いこと言うやな、言うなやな。もう、ぶん殴れ。なんかムカついてくるな、こいつ。楽しかったな。お前も彼氏作れば？楽しいぞ。あ、もしかして、女性が恋愛対象だったりするか？だったら無神経なこと言ってごめんな。なんかわかんないの？この子の、なんかその今までの行動的に、なんかこの男さ。なんかお前ラブコメの主人公みたいじゃない？なんかラブコメの主人公ってさ、めちゃくちゃ鈍感だよね。俺すっげえ嫌いなんだけど、俺。ラブコメ自体は好きなんだけど、ラブコメの主人公好きになることあんまないんだよね。なんかマジ、なんなんこの都合のいい鈍感さって思っちゃうもん。ずっとハーレムにいたいのみたいな。もうすげえムカつくんだよね、俺のラブコメの主人公みたいな。なんか腹立ってきたんか。うん、そういうことじゃないような、あるような。もう女の子がかわいそうとしか思わんもん。このまま誤解された方がいいのかな。もし普通に男の子のこと好きになるなら、今度俺の友達とダブルデートしない？お前のこと気になるってやつがいてさ。ああ、うん、分かった、いいよ。まあ、他の男の子のこの好きになればね、まあ、一気にこう、まあ、感情はどっか行っちゃうからね、このこいつね、このクソに対するね。お、乗り気じゃん。はは、彼女いるんだったら、そうやって肩に腕回してくるのやめた方がいいかもよ。こいつ殺した方がいいよ、マジで。うん、こういう子、単純にこういうことしてくるやつが一番ムカつくんだよね、もう、マジで。思う、本当に。なんか、こう、気安く、幼馴染だからって、こう、肩に手回しかんな。まあ実際幼馴染に好かれてるやつは、ね、多分ほとんどいないんだけどね。俺だと幼馴染的なやついるけどね。俺小学校の頃そいつに階段の上から蹴落とされたことあるからね。もう仲悪い、仲悪い、もう現実こんな子いないから。もうヤンデレの前になってきてんじゃん。まあかわいそう。私の恋愛を応援するなどほざき出して。それでも忘れたかったから。あ、付き合っちゃうの他の人と。まあでもそれでもいいんじゃないの。彼のために私が今できることをしたかったから、救いを求めて付き合っちゃうんだ。付き合ったんだって？おめでとう。あいつめっちゃ喜んでたよ。あ、うん、そうならよかった。なんだよ、嬉しくなさそうだな。いや、そりゃだって好きじゃない人と、まあ、付き合って、まあ、付き合ってから好きになるかもしんないけどね。うん、うん、嬉しいよ。俺の彼女も喜んでたよ。誰かの恋のお手伝いできてよかったって。なんかありがた迷惑感あるな。うん、うん、ならよかった。本当によかった。ああ。かわいそう。この笑顔、この笑顔見てるとかわいそうになってくる。私は今笑えている？負の連鎖に陥ってない？おい、お前別れたんだって。なんで？
キスしようとしてきたから。ああ、まだ好きになれなかったんだ。そんなの恋人同士だったら普通だろう。はあ、お前大して好きでもないのに軽々しく付き合うなよな。お前ふざけんなよお前。お前マジで、お前なんなお前、せっきりたいもん思いっきりびっくりすぎて他人の気持ち踏みにじるのは最低、最悪の行為だぞ。俺もちょっと幻滅した。は？え、でもそうなのかな、やっぱ結局この男の子からすればそう見えちゃうのかな。こいつ何も考えてないのかな。ごめんね、その私どうも不慣れで男性に、いや少女ちゃんもなんだよ、私も好きだったよみたいな言えばよかったんじゃないの。ダメか、さすがにそんなん言ったらダメか、迷惑なっちゃうもんね、カップル的に。もしかしたら気づいてないだけで女性のことが好きなのかも。ん、どうした？なんだか触られるのがどうしても。そっか、ならまあ仕方ないよな。本当にごめんなさい、病んでるになってきた。そうだよね、他人の気持ちを踏みにじるのはダメだよね。考えないとダメだったよね。うわ、今まで俺がやってきたヤンデレゲームもこうなのかな。やっぱ主人公が全然気づいたりしなくて、なんかもう全然相手にしないからこうやってヤンデレになってくのかな。ヤンデレって苦しい、ずっと息が詰まる。誰か助けてお願い。私はいつまで嘘をつき続ければいいの？私はいつまで自分を踏みにじらないといけないの？周りにはこんなにも性を謳歌しているのに、不満を口に出せるのに、私の不満は一体どこに吐き出せばいいの？どうして私だけ、私だけ。かわいそう、本音言えないもんね。うわははは、やんでるなって。来た来た。もう朝、起きて学校に。髪の色変わってね、てかえ、なんか髪染めた、黒く。あれ、もともと黒髪だったっけ。え、なんか顔の表情暗くなると髪の色も暗くなるように見えるんだけど。近頃どうも眠れない。こうしてぼんやりとしてるだけで夜が更けて明日が来てしまう。あ、今日学校休みか。やべえ。よかったと胸をなで下ろした。やっと彼らのことを目にしなくて済む。それでもこう思うことすらもうダメなんだろうな。わがままで自分勝手でエゴを曲がり通そうとする嫌な女。私だってな、だって私も何もしないものね。こうしてあなたのことをかけながら思ってるだけだもんね。ちょっと待ってね。うん、抱き枕でね。笑うとこじゃないですよね。何もしていないわけじゃない、ずっとこうして笑ってるじゃない。なのに私は何もしないと言われてしまうの？行動に移したいことなんて、あの女を殺してやりたい、そして泣きわめく彼を優しく抱きしめて私がいるよって言ってやりたい。でもそんなことできるわけないじゃない、辛い。一体この思いをどこにやればいいの？諦めようと他の人を好きになる努力はしているのに、それが叶わなかったらまた批判される、彼に嫌われてしまう。もう疲れた、でも死にたいとは思わない。まだ彼の顔を見ていたいと願ってしまっているから。世間はあなたはどうしてこんなに自分を好いているのだと気味悪がるのだろうか。あのクソ女だってしょうもない理由であなたを好いているというのに、私には何か交渉そうだったねごめんなさい、ちょっと水分補給してきました。私には何か高尚な理由がないとダメなの？バカみたいな理由でバカみたいにあなたを好いてはいけないの？なんでこんなに好きかなんてわかるわけないじゃない。ああ違ったな、私もう彼が泣いてもいいと思ってるから好きじゃないんだ。あ、そっかそっか、そうだよね、これって執着なんだ。あ、そっか、好きだと主張する権利すらも奪われてしまったのか。あ、どんなか、笑いが止まらない。なんて滑稽なのだろう、久々に心の底から笑ったかも。愚かすぎる自分がアホすぎて笑える。あ、いい顔だ。ああ、あれ髪の色戻ったくね、染め直したん？とうとうその日が来てしまった。あ？その日って
手を出す日、勉強しようともしようとしても手がつかず、部屋の窓を開けたその時、彼とあの女が一緒に彼の家に入っていくのを見てしまった。家族ぐるみの付き合いか。そっか、そっか。私はこれからもこのまま指をくわえていく末を見て積み届けてやるの。いつか別れくその日を願い続けてこうして何もしないでいるの。もしかしたら結婚するかも。もう我慢の限界だ。いやだ、いやだ。そんなの絶対にやだ。お前が後から現れたて、私の方から絶対先にしてください。私の全てをかけて取り戻してやる。あなた方が笑ってるだけでいい。幸せならいい。うるさい、黙れ黙れ黙れ。好きだからってそう思われる方が異常じゃないか。好きだからこそあなたを私の手で幸せにしたい。だからこそあなたのそばにいたい。私以外の女に微笑みかけるあなたなんて見たくもない。お前絶対西野カナ好きだろ。もう絶対西野カナの歌めっちゃ毎日聞いてんだろ。お前会いたくて会いたくて震えてんだろ、ずっと。ごくごく普通の当たり前の欲求だ。告白するときだってそう思うから話したでしょ。どうして私ばっかりがおかしいと責められなくてはならないのだ。あなたは奪うだけなわい。俺別に私じゃなかったない。こうして私はヤンデレになった。なるほどね。顔歪みすぎだろお前。私がヤンデレと評された理由。あ、おまけ。え、これさ、おまけ見ればなんか、後書きっつうか、なんかちょっと続きみたいな。なあ、聞いてくれよ。俺さ、振られたんだ。はい、ズブリ。振られたんだ。あんなに好きだったのに。どうして。わかんないよ。なんか突然好きな男ができたとかで、もう連絡も取らないでって言われて。悲しいね。どんまい。そうでしょうね。私が当てがったもの。彼女が思うあなたより素敵な男を。あんなやつに尻尾を振るだなんて、やっぱりあんな女あなたにふさわしくなかった。私がしたことは正しかったんだ。そっか。つらかったね。大丈夫。私だけはずっとあなたのそばに続けるよ。すっげえ笑顔だね。この笑顔もうすっごい幸せそう今。私ね、ずっと言ってなかったんだけど、あなたのことが。もう絶対同じ過ちは繰り返さない。絶対に逃がしてなんかやらないから。誰に何と言われようとも、これが私の愛情表現。間違いなく私はあなたを愛している。あなたに怖がられたって幸せなの。おお、勝ったんだね。うん、今回はもうね、いやもうヤンデレの勝ちよ。うん、大体負けんだけどね。負けるっつうか、殺して死んじゃって終わりだからね。大体今回のヤンデレはもう勝ったんだね。クレジットとかあるけど、ああこういう感じか。後書きは作者さんのあれかな。あ、プレッシャーありがとうございます。ヤンデレは決して怖いだけのイカれた人ではないとお伝えできたら何よりですということらしいですね。まあ俺もヤンデレ決して嫌いじゃないんですよね。怖いとは思うけど、イカれてるともう思ってるけど、ただヤンデレは嫌いじゃないんで、はい、ということでしたね。皆さん、ヤンデレができる理由とはこういうことらしいですよ。なんか身近にですね、幼なじみが、可愛い幼なじみがいてね、その子を放り投げてなんか別の子と付き合って、なんかもしそのヤンデレじゃねえや、幼なじみがね、もしなんかいきなりなんか目の色が赤くなったりしてね、ちょっと顔が連れてたりしたら、あ、その子はヤンデレなんだなと思って、すぐにその女の子振ってね、幼なじみと付き合った方が多分身のためですよ。はい、だからや、うん、そうですね。まあまあ、すぐめかなさまだよね。